ハイチの荷車荷車とは荷物を運ぶために使われる車輪のついた輸送用の道具。車輪が2つのものが多く人力で引くか死役動物に引かせることが多い。荷物が重い場合は引くと同時に後ろから人間が押す。小型の手押し車は1輪の場合もあるし、大型のものは4輪のものもある。荷車を引かせる動物としては馬、ポニー、牛、水牛、 ロバなどがよく使われるが、ヤギや大型犬などの小さめの動物を使うこともある。荷車を作る職人は、車大工と呼ぶ。英語のカートライトという姓はこれに由来する。また、荷車で様々な物品を運ぶ職業から、カーターという姓が生まれた。 インダス文明時代の手押し車土器紀元前3000年頃のインダス文明の都市遺跡から荷車の土器が発掘されていることから荷車はインド発祥と推定されている。文献では紀元前1500年頃のインドの聖天リングベーダに男と女は荷車の二つの車輪のようなものだという記述がある。人力の荷車は世界中で使われてきた。 例えば19世紀のモルモン開拓者はアメリカ合衆国の平原を人力の荷車を引いて移動した。古来、刑罰として罪人を荷車に乗せ支柱を引き回して晒し物にするということが行われてきた。例えば古代ローマでは戦いに負けた側のリーダーは勝者の外戦式の際荷車に乗せられて一緒に支柱を更新させられた。イングランドでは エリザベス一世がサラシダを導入する以前は、荷車に罪人を縛り付けて、公開で鞭打つという刑罰が行われていた。ロバに引かせた荷車マレーシアの荷車を牛に引かせた、荷車大きめの荷車は馬、ラバ、牛などの動物に引かせることがある。通常、そのような荷車は、動物の名前を使い、馬車、銀車などと呼ばれるが、これらのうち主に人間を運ぶことを目的としたものは、 荷車とは呼ばない。詳細は、軽車両を参照日本の道路交通法では、荷車は一部を除いて、軽車両の扱いである。ただし、電動機や内燃機関付きのものは、原則として原動機付き自転車、または自動車扱いとなる。ただし、一定の基準を満たす電動荷車等は歩行補助者、または軽車両扱いとなる。ありがとうございます。